ああ、くねくねしてしまいますね。じゃあ、引き続きお願いします。あ、でもかかと痛かったの、膝裏も痛かった。こっちってどうですか？はそこは眠いのかもしれないけど、今そんなに痛くないです。この辺も結構だるさ出ますよね。ああ、かもですね。なんかもう全体的ですね、すでもふくらはぎも。とりあえず膝下が辛いなみたいな。全部な。なんか寝る時とかが一番気になります。もうやってられんみたいな。足を上げたりなんかバタバタしたり してます。ギューってしてほしくて、なんか夫にちょっと揉んでくれとか言います。揉んでもらうんですか？こともありますね。でもやっぱ知らないじゃないですか、夫は。だからなんか、もうこっちもそんなに言えないんで ちょっそうとだですけやってもね。らうぐらいですね。まあそうですね、自分もちょっとやってもらって、あ、もういいよみたいな。 しあんょうまがりないんですけそど。う多くは期待できないし。うん、なくなってますね。そうですね。最初の感じから比べるとうんと肉になりました。だいぶ緩んでますね。ね、痛いけど、まあ、なんか一応肉、平面的な感じはなくなってますね。ああ、痛っ。なんか今のとこ痛い。圧が届くようになってきた。確かに。ああ、くねくねしてしまいますね。やっちゃった。ああ、痛かったな。でも、なんか捉えられてる痛みなんで、そういう変な感じです変ね。な痛みとは違いますね。ほんと揉み返しちゃうじゃないですか、ふくらはぎ変に揉まれると。あれも揉み返しっていうか、もうそのあざになる打撲系の感じですよね。そうですね、あざできたりしますね。硬いです。やっぱり。去年触ったイメージよりも硬いかも。マジっすか。今の方がじゃあ良くないんだ。今の方が良くないかもしれないですね。ああ、でも確かにあの頃こんなに足だるくなかったです。ああ、気持ちいい。気持ちいいですね。入っていかないっすね、指ね。なんか表面でストップかかっちゃってまかかっす？てますね。それこそなんか板っぽくなってる感が
もうでも結構ほぐれてきてますよ。あ、本当ですか。表面は。ああ、よかった。ああ、でも響いてきました、確かに。はい、ちょっとずつ入ってきてます。うん、なるほど。あるようになってきましたね。この辺結構いいですね。マニアックなところですね。そうなんですね。マニアックなんですね、そこは。これをちょっと避けて、はい、避けて、はいはいはい、避けて、奥に入れるってことですね。ここ。なんかちょっとそこに鈍いかもしれないですね。はい、なんだろう、響くって感じが若干弱い。はい、来ました。はい、はい、響きますね。ここですね。はい、はい。はい。なんか、そう、清涼感がありますね。はい、